公明党の代表が一郎二流。大山さん、山井さん、はいはい、一郎二流してるって本当ですか？いきなりですか？どうなんですか本当のところ？その通りです。大学で1年浪人して入りました。で、二流もしてってことは遊んでたんですか？もう言うに言えないものがあります。二流っていうのは司法試験を目指したんですね。2年留年して、それでも受からないから卒業しました。で、1年目でやっと受かったんです。もう最後は必死でやりました。必死で留年が2年ですけど、その前に学部生の時も受験しましたからね。学部の時から受けたんですね。結局5回目でやっと受かったんです。5回目。まだあるんですよ。まだある。選挙でも2回落選しました。もう落ちまくってね人生もうへこたれません。説得力あるな。